アーリントンハイツとは、アメリカ合衆国イリノイ州のクック郡とレイク郡にまたがって所在する村。2000年の国勢調査において、この村の人口は76,031人である。同州最大の都市であるシカゴの都市圏を形成する、郊外住宅地の一つでもある。アーリントンハイツはまた、 アーリントンパーク競馬場の所在地としても知られており、2002年にはブリーダーズカップが開催されている。日本企業の進出も多く、三ツ輪マーケットプレイスをはじめとする日本人駐在員向けの店舗も数多く存在し、アメリカ中西部におけるミニ日本人街を形成している。アーリントンハイツは北42度5分42秒整形87度58分51秒。 北緯二点零九5 0零度整形八十七点九八零八三度四十二点零零九五零マイナス八十七点九八零八三シカゴから二十五マイルほど北西に移動した場所に一致している。アメリカ合衆国統計局によるとアーリントンハイツは総面積四十二点六キロ平方メートルである。そのうち四十二点五キロ平方メートルが陸地であり、 1> 0 1 k 平方メートルが水域である。総面積の0.18%が水域となっている。以下は2000年の国勢調査における人口統計データを参照している。基礎データ人種別人口構成世帯と家族年齢別人口構成収入と家計ありがとうございます。